高橋万恵門は、日本の植物育種学者、農学博士、北海道大学名誉教授、岩手県水沢市生まれ、1940年北海道帝国大学農学部卒業、同年、同農学部助手、1947年北海道大学農学部助教授、1957年北海道大学農学博士、東大の花を卒着色に、 不可欠なる、不、先色遺伝子の分析。1965年北海道大学農学部、教授。1977年度農学部長。1981年北海道大学、定年体館、同名誉教授。北海道武蔵女子短期大学学長。1987年北海道グリーンバイオ、研究所所長。 1988年北海道武蔵女子短期大学退職。1995年北海道グリーンバイを研究所名誉所長。1999年北海道文教大学学長。2004年北海道文教大学退職。まもなく生居。親族に、子息、高橋忠太郎がいる細胞、分子レベルにおける植物育種の展開を研究。 また、世界各地から収集した稲の標識遺伝子を比較し、全連鎖地図を解明した。ありがとうございます。